それでは、記者会見を始めさせていただきます。今日は冒頭ですね、まずマイナンバーカードの申請につきましてですね、まず申し上げたいと思います。総務省からですね、8月23日時点で、マイナンバーカードの累計の申請件数が、50% を超えたという発表がありました。普及率がですね、その中でもですね、8割を超えている。宮崎県都城市ではですね、この市の関係職員が企業に出向いて、申請を受け付ける、この出張申請受付を行うといったことでですね、大変効果が上がっていると、伺っております。政府はですね、このような好事例を参考にしてですね、さらに全国に普及させ、各自治体への後押しを行うとともにですね、さらなるこのマイナンバーカードの拡大にですね、向けて努力を進めていただきたいというふうに思っております。我が党が強力に主張してですね、導入されたこのマイナポイント第2弾ですね、この付与の期限がですね、カードの申請期日がですね、9月末となっております。最大2万円相当のマイナポイントの付与はですね、現在の物価高騰対策としてもメリットがあるものでありましてですね、そういう意味でもですね、一層のこの普及の努力をお願いしたいというふうに思っております。それから2つ目はですね、子ども家庭庁の予算概算要求です。今回ですね、子ども家庭庁に特別会計を含めて4兆7510億円がですね、この予算、来年度の予算概算要求として発表されています。この子ども家庭庁の設置に向けて、公明党はですね、子ども政策の関連予算を倍増させ、2023年度の予算概算要求に反映させるよう、政府に強く訴えてきたところであります。今年度当初予算に比べて639億円増えたことは評価したいと思っております。公明党はですね、昨年5月、政府の骨太の方針に関する提言で、子ども家庭庁の設置やですね、子ども基本法の制定を主張いたしました。昨年の衆議院選挙の重点政策でも、子どもの幸せを最優先する社会の実現へ向けて、子育て教育を国家戦略にと訴えてですね、この都庁の設置を求め、先の通常国会でその設置法が成立をしたわけでございます。引き続きですね、十分な予算措置を求めるとともに、公明党は新たに子育て応援トータルプランをこの年内に策定して、子ども政策の強化に、さらなる強化に取り組んでいきたいと考えているところであります。私からは冒頭以上です。それではご質問のある方は、その上、社名、氏名を述べてから。岡村さん。日経新聞の中村です。旧ソ連最後の最高指導者で初代ソ連大統領となったミハイル・ゴルバチョフ氏が30日に死去しました。この点について、政調会長の受け止めお願いできればと思います。はい。やはりゴルバチョフ元大統領はですね、やはりこの時代を画する偉大なですね、この指導者であったのではないかというふうに評価をしております。旧ソ連の最後の指導者としてですね、東西冷戦を終結に導き、また欧米諸国との緊張緩和、また核軍縮の取り組みなどですね、
その功績はですね、やはりこの世界の方々、また歴史に残るですね、この成果であったと、業績であったというふうに私は思っております。まあ、やはり非常に世界史的な大局観、そしてまた本当に大きなですね、やはりビジョンでですね、やはり単にソ連、旧ソビエト連邦の改革にとどまらずですね、人類に対するですね、深いこの統率力やですね、そしてまたさまざまな批判をもろともしないですね、やはり実行力、改革をですね、成し遂げていくその力というものはですね、やはり世界史的にも評価されるべきものではないかというふうに思っております。その他いかがでしょうか。時事通信の三船です。今日岸田総理が安倍元総理の国葬に関して国会での説明する意向を表明されましたけれども、このその決断の評価と国葬に関してはやっぱりちょっと懸念とかそういった批判とかのもありますけれども、どういった説明を求めるかについて見解をお伺いできればと思います。はい、まあ国葬に関しては岸田総理が決断されたことだと承知をしておりますので、やはりさまざまなご批判を受けているわけですから、それにしっかりと誠実にですね、真正面からですねお答えになっていただくことが重要であろうというふうに考えております。その他いかがでしょうか。たびたびすみません、日経新聞の中村です。防衛省が今日は23年度予算の概算要求額を決定しまして、過去最大の額を計上し、事項要求も盛り込まれたということです。公明党としては重点政策、公約の中で真に必要な予算額をというふうに盛り込んでおりますけれども、その観点から受け止めがあればお伺いしたいと思います。はい、概算要求のまだ段階でございますんでね、まだ事項要求もあります。我が党としては参議院選挙でも防衛力を着実に整備して強化していくということを公約で書いておりますのでね、やはり本当に真に必要な防衛力とは何かということをよく議論してですね、詰めた上でですね、やはり最終決定をしていきたいというふうに考えているところであります。これいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、どうもありがとうございました。